今日も遅刻ギリギリだね。おはよう。お、どうかした？じっと見つめて、私の顔に何かついてるかな。あのさ、はいはい、そんなこと言ったって何も出さないよ。あ、でもお弁当の卵焼きくらいならサービスしてあげてもいいかな。新しい味付け試してみたんだけど結構自信作なんだ。あなたが宿題忘れてなかったら食べさせてあげる。昨日先生が言ってたよ。もうせっかく昨日メッセージ送っておいたのに。まったくもうしょうがないんだから。っていうかチルって子からメッセージ来てるよ。兄様、お菓子が切れた。買ってきてくれ。コンビニ限定のやつだって。チルちゃんって確か隣の駄菓子屋さんに住んでる子だよね。兄様って呼ばれてるんだ。へえ。そうだね、別にいいんだけどね。どうしたの？どうせエッチなサイトとか見てたんでしょ。それ絶対危ないやつだよ。消しといた方がいいよ。あ、先生来たよ。お客様、突然のことで申し訳ありません。私はビースと申します。あの、お客様？不法侵入者ではありませんよ。何を隠そう、私は天界のエンジェルリング社で働くエリート天使なのです。エンジェルリング社は悪魔退治を請け負う天使たちの会社。そしてお客様は悪魔と戦う勇者として選ばれました。これはとっても名誉なことなんですよ。おめでとうございます。百聞は一見にしかずです。悪魔に取り憑かれた女の子たちはすぐそこまで来ています。あなたのフェロモンショットで昇天させちゃってください。フェロモンショットの準備はいいですか？前にいますです。
左に注意してください。こっちか。お前なんて。嫌いなのに。女の子の気配です。骨抜きにしてあげる。しびれる。わたくなっちゃった。悪魔の気配がします。気をつけてください。気配です。ここにいたか。いかがでした？初めて悪魔を退治した気分は。実はですね、この学校は悪魔に狙われているのです。悪魔は女の子たちに取り付き操ることで学校を混乱に陥れようとしています。このままでは学校が、いえ、いずれは世界が大変なことに。お客様しかいないんですよ。本当は私自身が戦えればよかったのですけど、天界と魔界の協定で天使と悪魔が人間界で直接争うことは固く禁じられているのです。だからそのフェロモンゴーグルを扱う勇者としてお客様が選ばれたというわけです。はい、悪魔を見たりフェロモンショットを打てたのもそのゴーグルの力。今私の姿が見えているのもゴーグルの力というわけですね。副作用として女の子にモテモテになったりもしますが、まあこれは役得ですね。とりあえず今日のところは悪魔の気配は消えましたので、お疲れでしょうし、ご自宅にお帰りになられては。明日からの戦いに備えてしっかりと英気を養うのも勇者たる者の務めですから。ここがお客様の部屋。
男の子の部屋って初めて入ったかも。はい、お客様のサポートは私の務めですから。兄様、帰ってきたのか。おや、窓の方から何やら声が。兄様ってお客様のことですか。やっほー兄様、おかえり。あ、それってもしかして VR ゲームのゴーグル。すごいすごい、それ買ったのか。どんなゲームがあるんだ。私にも遊ばせて。いいだろう。こだわりのフィット感に天使の羽のような軽さ。テロモンゴーグルはエンジェルリング社自慢の神聖なる新製品なんですよ。兄様、何今の女の声。え、私の声はゴーグルをつけていない人間には聞こえないはず。バッチリ聞こえてるよ。誰あんた。はじめまして、お隣様。変な呼び方はやめろ。私はチル、近藤チル。ではチル様、私は天使のリースと申します。天使、うさんくさ。兄様に何の用。はい、この度こちらのお客様は悪魔と戦う勇者として選ばれたのです。勇者って。兄様、それ絶対詐欺だよ。兄様は納得してるのか。お客様。うん、兄様が納得してるならいいけど。騙されないよ、気をつけてね。チル様、ゴーグルのモテオーラも効いていないようでしたね。あ、モテオーラというのはゴーグル装着者がまとうフェロモンのオーラのことです。本当なら悪魔付きの女の子だけを引き寄せる機能にしたかったそうですが、うまくいかなかったようで。個人差で効かない人間もいるとは聞いていましたが、こんなにも早く現れるなんて。はい、何でしょう。あれ、言ってませんでしたっけ。こちらをご覧ください。この日までに悪魔撃退ノルマを達成しないとそのゴーグルは外れないようになってます。ノルマ達成のため期限まで頑張りましょうね、お客様。大活躍でしたね。呼んだか。この家結構好きです。こないだ視線で女の子を落としていくギャルゲーなんだか眼臭なんだかよくわからないゲームをやったんだけど、ヒロインの姉妹両方とくっつくエンディングがあってな。兄様はあれの主人公みたいな軽薄な男にはなるなよ。体感型とかのゲーセンの大型筐体って夢があるよな。家庭用ゲームとはまた違った夢とかロマンがあのボディの中に詰まっている。まあ私ゲーセン行かないから実際に触ったことはないんだけど。昔のゲームを愛する私だが、別に今のゲームを嫌ってるわけじゃないぞ。見たこともない新しいゲームはやっぱりワクワクするしな。マルチプレイのは勘弁してほしいけどな。こないだ視線で女の子を落としていくギャルゲーなんだか眼臭なんだかよくわからないゲームをやったんだけど、ヒロインの姉妹両方とくっつくエンディングがあってな。兄様はあれの主人公みたいな軽薄な男にはなるなよ。
何事にもファイオーです。お疲れ様でした。おはようございます。私って実は写真部なんだけど知ってた？まあうちの写真部すっごく緩いからほとんど顔出してないんだけど。あ、でも行事の写真とかは撮ったりするんだよ。本日はいかがいたします？了解です。現場へ向かいましょう。おはようございます。お客様、素晴らしい悪魔退治日和ですね。悪魔の反応があったのはこの辺りです。悪魔撃退ポイントをたくさん稼いでいきましょう。お客様のご検討期待してますね。前にいますです。
ましたね。今日はこのくらいで十分でしょう。初日から働きすぎるのはよくありません。展開の労働基準監督署に怒られちゃいますし、頑張っても残業代は出ませんし、ペースを守って健やかに働きましょう。別に労働基準監督署が怖いわけじゃないですよ。あなたとは結構長い付き合いだけど、なぜかよく隣の席になるよね。まさか私のことが好きでくじ引きの操作とかしてないよね。なんてね。くじ引きじゃない時でも隣になってるし、これって結構な不思議現象だよね。何くれるの？すりむいちゃった時、保健室に行った時の話なんだけど、保健の倉敷先生がみんなには内緒ねってジュースを送ってくれたんだ。でもその時くれた小銭の年号が見たことない年号だったんだよね。結局そのお金でジュースは買っちゃったんだけど、あれって多分、あの時先生に教えてあげるべきだったのかな。本日はいかがいたします？了解です。現場へ向かいましょう。
お客様、この辺りから強い悪魔の気配が。ヒヒヒヒ、それはクロナのことですか？その声は上です。見上げてみるです。ミニクロナが減っていると思ったらお前らが邪魔していたのですね。あなたがいたずらを仕掛けている悪魔学校の生徒さんですね。そういうお前がクロナを邪魔しているダメ天使とアホ人間のコンビですか？これはエンジェルリング社の正式なお仕事なんです。別に邪魔をしたいわけじゃありません。社畜は大変ですね。せいぜい頑張るです。まあどうせ無駄ですけど。そんじゃバイビーです。悪魔さん行っちゃいました。さあ出発です。左に注意してください。マジやだ。前にいますです。トビー、何でよみがえる。ロベと一緒に暮らすのね。一緒に帰ろう。
私これで、あのミニクロナでしたっけ。ちっちゃい悪魔さんの気配はなくなったみたいですね。お前らよくもやってくれたのです。その声は上です。上、もう一回上を見るです。さっきの悪魔さん、お前らどうしてクロナの邪魔するですか。だから邪魔してるんじゃなくってお仕事なんですってば。やれやれ、社会人のくせにああ言えばこういうやつです。あなたこそこんなにはちゃめちゃにしちゃって、魔界からやりすぎって怒られても知りませんよ。ぐるぐるる、むむー。いえ、お客様のためではありませんです。クロナ、取り合うほどお前のことよく知らんです。ともかくこれでも食らうです。ディストロイ。ノルマの天使は地べたがお似合いですね。ちょっぴりだけど胸がスーッとしたです。これに懲りたらもうクロナの邪魔をするんじゃないですよ。ありがとうございますです。お客様は神様です。あ、いえ、それだと本物の神様に怒られちゃいますから。マスター、そう、マスターです。今日からあなた様のことを感謝を込めてマスターと呼ばせていただきますです。はい、マスター、カードキーが見つかるまでの間よろしくお願いしますです。今日は大変でしたね。ペロモンゴーグルにデビルスイーパー、今は展開もハイテク化の時代です。キューピッドが使う弓矢もオートマチックでしたっけ。銃とかボーガンの形をしたのが出てるんですけど、私は昔ながらの弓矢タイプのが温かみがあって好きですね。明日もいっぱい頑張るです。
何？お菓子くれるのか？さすが兄様。お菓子くれるのか？昔のゲームはやりごたえが違う。何度も何度も時期を失いながらやるたびに自分自身の上達が感じられる。今時のナンパなゲームにはない硬派な難易度が最高だ。レトロゲーム、いや、ここは敬意を表してクラシックと呼ぶべきだろう。お菓子とクラシックゲーム、この2つが揃えば地上は天国だな。まああんまり遅くまでやってるとジとバーに怒られるけど。このちょっと理不尽に片足突っ込んだ洗練されてなさがいいんだ。うちはジとバーと私の3人暮らしだから自然と古めのゲームが好きになったってのもあるが、最近のゲームはオンライン対戦や協力プレイが主流だからな。ああいうのは嫌いなんだ。初めてやったオンラインのゲームで対戦相手や味方チームのやつにチャットでボロカスに言われたことがあってな。私は気づいた。人間なんて本性ではみんな下劣な獣、猿山地方のお猿さんだ。そんな連中と付き合わせる顔など私にはない。だから私はこの部屋から出ない。学校にだって通わない。私は絶対に外に出たりはしないからな。そういえばそろそろ包帯取り替えなきゃ。よっと、ほらこれ足に巻いてるやつ。この包帯はジーとバーを心配させないためのフェイク。この怪我のせいで私は学校に行けないということになってるんだ。え、だって外には出たくないし、私心配させてるのか。これ、ジーがくれたんだ。兄様にも一口あげるな。なんでそういうこと言うの？ソフトクリーム落ちちゃうし、もう、兄様のバカ！眠いぞ、兄様。昨日の夜妙に暑かったから寝不足なんだ。夏が暑いとか、このパラメータ設定した神様は多分バカだな。間違いない。外は無理だな。人間どもがうようよいるし、この暑さじゃ溶けてしまう。やっぱダメだ。お菓子食べ過ぎたし、運動もしてないし、兄様に水着姿なんか見せられるか。しかし不思議なもんだな、兄様とは知り合ってからそんなに経ってないのに、こんなに話せるのはメカと兄様ぐらいだ。メカはいいぞ。わけわかんない罵倒とか怖いこと言わないし、こっちの計算さえ正しければ
きっちり予想通りに動いてくれる。人間とは大違いで可愛いぞ。さすがは兄様だ。やっぱり私ら気が合うな。あ、そうだ、メカといえばこないだ日頃のゲーム疲れを癒すため手製のマッサージメカを作ってみたんだけど、これが思ったより効かなくてな。今日も私はコリと戦っているわけだ。それって兄様が私をマッサージするってことか。まあ確かに体は凝ってるんだよな。よし、わかった。ちょっと待ってろ、今そっちの部屋に行くから。待たせたな。ではマッサージを頼む。言っとくけどエッチなのは NG だからな。エロい、手つきがエロいぞ兄様。なんだ兄様、なぜそんなにテクニシャン。恥ずかしめ、帰って寝る。今日は大変でしたね。また明日です。